はい、こんにちは、くんです。さてやっていこうと思います。今日はマウサーを断罪することということで、マウサーについてちょっと語りながらやっていきましょう。マウサーマウサーと言ってますが、私今マウスを使っています。慌てるな。コメント打つな、まだ。私は PC 版です。PC 勢なんだけど、コンシューマー版のね、パッドマウス論争、バイシムくんとか言って聞かれてる。そうですって答えとくか。はい。そうそう。PC 版だと、まあ、全員マウスなんだけど、まあ、よく言うのが不平等だとかさ、まあ、よく言うのって、てか不平等以外に多分理由はないと思うんだけど、不平等で嫌だっていう風な、まあ、気持ちは確かにわかるんだよね。確かに、マウス使うかコンシューマーかっていう、かなりのでっかい差が出てくるから、まあ、使いたくないっていうか、使われたくないっていう気持ちもわかるんだけど、まあ、PC 版も一応あるっちゃあるんだよね。PC 版とかもっとあって、それが露骨でさ、120Hz のモニターとかがあるんですよ。120Hz。なんていうのかな。まあ、すごく簡単に、あと誤解を恐れずに言うと、まあ、敵が発見しやすくなる、イームがしやすくなるのが、まあ、120Hz モニターなんですね。多分、分かってる人は、ちょっと違うだろうみたいな風なこと言うかもしれないけど、まあ、大体そんなところなんですよ。で、敵全然いないな、なんか。敵とあんまいい遭遇の仕方してない。で、まあ、PC 版も不平等っちゃ不平等なんだよね。金かければかけるほど、まあ、FPS が上がるんだよ。フレームパーセカンドだっけ。1秒間に何回描写するかっていうのは変わってくるので、有利なんですよね。金かけた方が。だから、まあ、そう考えれば PC の方が、まあ、不平等ではあるんですよ。だから、そうだね。どっちもどっちなんだけど、まあ、禁止ゲームで、その、マウス使うのを禁止にしてるゲームとかだったら、まあ、やっちゃダメなのかな、とも思うんだけど、BF って確か禁止してないね。コットは禁止してるんだっけな、確か。マウス使うのゲームで。BF はね、BF にだったら大会ですらね、禁止してないんだよね。BF のまあ大会があるんで、コンシューマーの。まあ、あれだよ、JCG っていう、まあ、大きな大会があるんですけど、それでも禁止してないんだよね。なぜなら取り締まれないからっていう理由で。うん、まあ、それも、なんかそれって意味わかんない。俺、個人的にはまあ意味わかんないなと思うんだけど、取り締まれないから、禁止にしないって、どういうことなんだろうっていうふうに気もするんだけど、なんていうのかな。あ、ちょっと待って。よし。だんだん盛り上がってきたな、なんか。味方か。あー、マジか。まあ、そうだね。だけど、禁止してないマウス。まあ、ゲームだったらマウス使ってもいいんじゃないのって気はする。そして、まあ、公式で認められてないからっていう風なね、まあ、理屈だったわけなんですよ。ちょっと前までは。でも、公式でついに認められてしまったんです。公認のマウスが出るんですよ。ついに。なので、公式で認められてないっていうのも、もう使えなくなって、もういよいよマウスしか使わなくなるのかっていう。格ゲーとかはね、アケコンとか、アーケードのコントローラーで普通にやったりするんだけど、なぜか FPS はね、マウスではやらせてくれないっていう、コンシューマーだと。パッドでやらされるっていうか、パッドでやることをなんか、ルールにはないんだけど、まあ、強要される感はあって、なんでこうなっちゃったのかなって気はするんですよね。もし全員マウス OK だったら逆にそれはそれで良かったんじゃないのかって気はするけど。とにかく私は別に禁止されてないゲームだったらマウス使っても、まあいいんじゃねって気もするんだけど、でも、俺がコンシューマー勢だったらすごく嫌な気持ちになるだろうな、とは思う。多分それが理由で多分 PC 版に移るだろうね。コンシューマーはやらなくなると思う、俺。おそらくそう。なんでアシストばっかなんだ？アシスト名人になってんだけど、俺。おいおいおい、何をしてんだ？危ねえ、しゃがんだじゃん、今。マジか。今、意図的にしゃがんだのには、ちゃんと分かってて。あー、すげえ敵いっぱいいる。ボコられてるっぽいな。ボコられてないか。しかも、俺、別に、そんななんか死にまくってるわけではない。あ、やば、あれ。あ、これは無理だわ。これは無理な距離です。来たな、敵。あ、これやばい。ボコられる、多分。これ今から始まるわ。断罪が始まる。
パッドはでも、パッドのいいところって、さっきも言ったけど、平等なところだったからね。あの、スペックで差が出るとかないから、それはいいところでもあったと思うから、ちょっと寂しい気持ちはするな、俺は。マウス、公認マウスが出て。皆さんどう思う？公認マウス。ちょっとよかったらコメントに書いてみてください。私は結構他人事っちゃ他人事ですね。関係ない、関係ない、まあ、関係ないよね。関係ないので、他人事なんですが、よかったら、実際被害に遭ってるというか、嫌な思いをしてる人たちの意見っていうのを聞いてみたいね。まあ、マウスの方が言い回しやすい。おっと、敵がいた。なんか追っかけていくか。あー、敵いた。なんか、すごいなんか、あれだな。横から殴られることが多いな、この、今回。なんでだろう。いって、あー、めちゃくちゃだな。なんか、めちゃくちゃだぞ。全然ひっくり返り続けてる。ちょっと待って、あ、俺がやった今。今俺？あ、違うか。あ、俺だ！一発しか撃ってねえぞ、俺、最後。最後俺一発だけ撃った。見てたのかな？見てたのかな？すい？一発だけ。こいつが食った、当たったための一発ポイン？最低だな。はい、ってことで、お疲れ様。あんまキルしてねえな。まあ、コットはこんなもんだろ。コンシューマーとかさ、ちょっと話伸びるんだけど、コンシューマーの人とかってなんかめちゃくちゃキルストリーク回してさ、ボコボコにしてる動画とかあるじゃん。なんか PC 版でそういう風になってる状況って見たことないんだけど、今まで。PC 版ってなんかあんまり、まあ言っちゃ悪いけど、ヌーブな人がいないからそういうことってしにくいのかね。はい、ってことで、一回もそういう状況見たことないです、私。ということで、お疲れ様でした。バイバイ。